全日本オートバイ耐久ロードレースは、群馬県の浅間山陸で1955年から1959年までの間に3回開催されたオートバイレースのイベントである。一般的に浅間高原レース、または浅間火山レースの通称で知られ、戦後日本のモータースポーツ例明機における日本初の本格的なロードレースとして位置づけられるレースである。なお、 同時期に同じコースで開催された第1回及び第2回全日本モーターサイクルクラブマンレース大会についてもこの項で述べる。第1回大会のスタート地点である北軽井沢交差点近くのコンビニエンスストアの駐車場には浅間高原レース発祥の地域が建てられている。日本小型自動車工業会の取材により1955年に 北軽井沢周辺の行動コースで第1回が開催された。2年後の浅間高原自動車テストコース完成後の1957年に第2回、1959年に第3回が開催された。全日本オートバイ耐久ロードレースという正式名称よりも浅間高原レース、または浅間火山レースの通称の方が一般的には知られており、 当時のチラシなどにも、浅間火山レースの表記が見られる。日本製オートバイの性能向上を目的とし、シ島 TT レースを手本として開催された。しかし当時の日本には、本格的なサーキットは、もちろんのこと、TT レースを開催できるような舗装された、行動コースも存在しなかった。第1回浅間火山レースが開催された。 浅間山陸の行動コースも第2回以降が開催された浅間高原自動車テストコースも未舗装のコースである。それでも当時の日本ではほぼ唯一の本格的なオートバイレースであり、ホンダ、ヤマハ、スズキといった後にロードレース世界選手権で活躍するメーカーがその技術を磨いて世界レベルに追いつくきっかけとなった。また、北野元、高橋国光、 伊藤シローラ、後にロードレース世界選手権や四輪レースで活躍する多くの選手を輩出した。全日本オートバイ耐久ロードレースはオートバイメーカーの対抗戦だったのに対し、1958年と1959年に浅間高原自動車テストコースで開催された全日本モーターサイクルクラブマンレース大会はアマチュアライダーのレースであり、大きく性格を意味する。 しかし一部では両方とも浅間火山レースと呼ばれる場合もあり、1959年には両車が閉鎖という形になったこともあって、根本的な意味合いが混同されている場合もある。第二次世界大戦によって空白が生じてしまった日本のオートバイ産業であったが、二輪車の生産については四輪車に比べて制限が緩かったこともあり、 廃戦から1年後の1946年には、新中軍の軍用スクーターに触発された、国産スクーターのラビット S1 が完成し、自転車に取り付ける補助エンジンも飛ぶように売れていた。1949年、二輪車を製造するメーカーや販売業者によって、日本小型自動車工業会が設立され、小児工主催により戦前の日本では、 唯一の常設レース場だった玉川スピードウェイで戦後初のレースイベントである全日本モーターサイクル選手権大会通称玉川レースが開催された戦前のレースが観客からの収入を目的とした工業としてのものであったのに対し130代の参加台数と2万人以上の観客を集めたこのイベントはオートバイ業界から行政への規制緩和を求める アピールの意味合いが強いものであった。1950年には、自転車レースを公営競技としてその利益を、自転車普及の財源とするための自転車競技法に、習った小型自動車競争法が成立し、千葉県の船橋にオートレース場が開設された。こうした動きにも助けられて二輪車業界は、活気づき、一時は、 オートバイメーカーが150社を超えるという盛況を迎える。一方で中流軍のアメリカ兵が BMW やトライアンフといったオートバイを持ち込んだことにより外国製オートバイと日本製オートバイの圧倒的な性能差も明らかになっていた。オートバイ産業を重要視した政府はオートバイ生産に対する補助や輸入車への交換税などにより 国産オートバイに対する保護策を取り、1951年には、通産省の主導により東京神戸700キロ、耐久テストが行われた。また前期の玉川レースの成功もあって、乱立していたメーカーの間にも手っ取り早く自社の、オートバイの性能を世間に認めてもらう手段としての、レースの有効性が認知され、やがて業界の中で満島 TT レースのようなレースを、 開催するという機運が高まっていた。そんな中で1953年の3月には、愛知、岐阜、三重を舞台に、全日本選抜有料系オートバイ旅行賞パレード、同年7月には、第1回富士登山系オートバイ競争大会、同年11月にはオートバイによる駅伝とも言うべき、都道府県青年団対抗、日本縦断オートバイ耐久系総大会が、開催された。 中でも富士登山レースは地元の観光協会主催であり他のレースのようなオートバイ業界団体による主催ではなかったために個人で参加できるレースとして盛り上がりを見せ1956年の第4回まで開催される大きなイベントとなっていった1954年にはホンダ社長のホンダ総一郎がブラジルのレースにオートバイを遠征させて完走し 3月に、万島 TT レース出場宣言を発表して、世間を驚かせた。そんな状況にあって、国産オートバイの性能向上に自信を持ち始めた二輪業界の中で、もっと本格的なロードレースを開催しようという声が大きくなり、その実現に向けて、小事項も具体的に動き始めた。岩手県森岡市郊外、東京都大梅市周辺。 山中湖周辺などのいくつかの開催地案の中から、浅間山陸周辺が開催候補地となり、地元の有力者である三代目、星野加助の協力もあって、群馬県や警察の認可を得ることができた。そして1955年、第1回全日本用トバイ耐久ロードレース、通称、第1回浅間高原レースの開催が決定した。 浅間行高コース右下の破線は1957年完成の浅間高原自動車テストコースマルショーライラック1955年11月5日と6日の2日間にわたって開催された主催は日本小型自動車工業会で国産車の性能向上と輸出振興を目指してをスローガンとした19メーカー81台がエントリーした一般には 通称の第1回朝間高原レースの方が知られている。スローガンからもわかる通りあくまでも国産オートバイの技術、性能の向上を目的としていたため外国製オートバイの参加が認められなかったのは当然として参加規定の中にはすべての部品は国産であることという一文があった。レース後には輸入部品を使用していたとして数台が 失格処分となっている。コースは当初は、群馬県と長野県にまたがる、全長2 3トルが計画されていたが、直前になって、長野県側の行動使用の許可が下りず、群馬県側のみを使用することになった。国道146号の北軽井沢交差点を、 スタートし、浅間牧場を経て鬼をしし周辺を回って、スタート地点に戻る一周 19.2km のコースとなった。行動を使用する関係から順位だけを発表して、レース中のタイムとスピードは公表しないこととされた。行動である以上、明らかな速度違反を公に認めるわけにはいかないと、当局から強い要望があったためと言われる。レースは、 ウルトラライトウェイトクラス、ライトウェイトクラス、ジュニアクラス、セニアクラスの4クラスで行われたが、これは当時のマンシ島 TT レースにおけるクラス分けを呼び、クラス名称に習ったものである。125cc クラスでは、この年の2月に突如オートバイメーカーとして名乗りを上げ、4ヶ月前の第3回富士登山レースで1から8位を独占したヤマハが、 レースの3ヶ月前から合宿練習を行う必勝体制で臨み、ホンダ、鈴木を抑えて1位から3位までを独占した。ホンダはマシントラブルに任され続け、ライバル不在の 350cc クラスでは3位までを独占したものの、最も力を入れていた 250cc クラスでも、ライラックに乗る16歳の伊藤史郎に優勝をさらわれた。ホンダは、 谷口直美が2位に入るのが、精一杯だった。125cc クラスで優勝したヤマハやマイナス1、新興メーカーであるがゆえに販売網の拡大に、苦労していた、ヤマハの、レースで、技術力をアピールして知名度を高めるという戦略は、第3回富士登山レースと、第1回耐久ロードレースでの上位独占によって、成功を収め、 1> 第1回耐久ロードレース以前は、月産300台程度であった、生産台数は、レース後すぐに、月産1000台を突破した。また、下馬表では、圧倒的に本田有利と言われていた 250cc クラスで、伊藤史郎がライディングする、ライラック SI により勝利を飾った、丸小自動車製造は、レース仕様をフィードバックした市販車ライラック WE を、 発売して人気を博した。Wii の新聞広告には第1回全日本オートバイ耐久レースの貴重な体験と資料により完成の文言があった。浅間高原自動車テストコース北緯36度25分26.25秒、統計138度34分52.86秒。 北緯36.4239583度統計138.5813500度36.4239583138.5813500成功率に終わった浅間高原レースであったがやはり行動を使用する以上は様々な制約が課せられまたマシンの性能向上にコースが追いついていないことによる危険性の問題もあった一方で 朝間と並ぶ大きなレースイベントであった富士登山レースはその盛り上がりが逆に地元住民からの苦情を増やすという結果を招いており中止の方向に傾きつつあったそんな状況の中で本格的なレース専用のコース建設への機運が高まりやがて社会的責任なども考慮して専用のテストコース建設を決断した 業界団体によって、浅間高原自動車テストコース協会が設立され、そして1957年7月、ホンダ、ヤマハ、メグロラ19社の出資により、浅間牧場敷地内に、浅間高原自動車テストコースが完成した。このコースは、各社共有のテストコースとして完成したため常設の、観客席などは設けられていなかったが、実質的には、 日本初のオートバイ専用サーキットと呼べるものだった。ここでテストを繰り返した各社のオートバイの性能は飛躍的に向上し、1957年、このコースで1年8ヶ月ぶりに第2回全日本オートバイ耐久ロードレースが開催されることになった。セニアクラスで優勝したメグロ RZ1957 年10月19日、20日開催。 浅間高原レースが通称であった第1回に対し、第2回浅間火山レースが通称である。オートバイメーカーのトータが進んだこともあって、参加台数は11メーカー70台と前回よりも減少している。主催は、日本モーターサイクルレース協会。この年の軽量級2クラスは、完全に、ヤマハ VS、ホンダの様相を呈し、両者とも 125cc。 250cc 角、250 cc 各クラスに5車ずつエントリーしていた。ヤマハは初めてカウリングを装着したヤードへと、ヤエを登場させ、対するホンダは発売して間もない C70 のエンジンを、レース仕様に徹底的に改造した、C70Z と、C70Z のエンジンを半分に切ったような、兄弟車である C80Z を投入した。二十五 c c クラスは、 前回同様にヤマハが圧倒的な速さでワンツーフィニッシュを飾り、ホンダは3.4位に終わった。ヤマハは初参加となった 250cc クラスでも、ホンダを抑えて1位から3位までを独占し、ヤマハワークスのライダーたちの走りは、ヤマハサーカスの異名を取った。ホンダは 350cc クラスで勝利したものの、タイムは 250cc のマシンにも及ばない。 ものであった。第2回耐久ロードレース終了後、主催者は第3回大会を1958年8月に開催すると発表した。しかしメーカー間のレースに対する温度差から車両規則などのすり合わせが難航し、結局次回大会の開催は1959年に延期された。一方でメーカーの社員である テストライダーや契約ライダーなどの職業ライダーしか参加できない耐久ロードレースに対しアマチュアライダーによるレースができないかという模索が始まっていた。中でもオートバイ専門誌、モーターサイクリスト主催者の坂井文とは積極的に活動し、各地のオートバイ愛好者クラブを組織化した全日本モーターサイクルクラブ連盟を発足させた。 こうして1958年の8月24日、マクファジの主催で、第1回全日本、モーターサイクルクラブマンレース大会が、浅間高原自動車テストコースにおいて開催された。クラブマンとは、各地のオートバイクラブに属するライダー、すなわちアマチュアライダーを意味する。45のクラブと120台の参加で行われた、このイベントには、 台風の接近に伴う豪雨という最悪のコンディションにもかかわらず3万人近い観客が集まった。出場資格はアマチュアライダーに限られ、耐久ロードレース出場経験者は原則として出場できない規定だった。出場車両は市販車に限られ、メーカーが少数制作した、レース専用車は原則として出場が禁止されていた。ただし、 国産オートバイの性能向上が旗印の耐久ロードレースとは違い、外国車も出場可能だった。開催クラスは耐久ロードレースと同じ4クラス。さらにエキシビジョンレースとして戦前のオートバイを含む旧車レースと外国人やメーカー所属ライダー及びワークスマシンも出場可能な国際レースが加えられていた。国際レースはプログラム上は エキシビションとなっていたが、集会数は大会最多の10周であり、メーカーのワークスマシンも出場可能なため、実質的なメインイベントといえる盛り上がりを見せた。その一方、メーカーのワークスマシンの出場が禁止されているクラスに、ワークスマシンと思われる車両が出場しているとして、参加選手から主催者に対し抗議が巻き起こるという騒動もあった。 主催者と参加者の話し合いの結果、ワークスマシンと疑われた車両は正式なレースから除外し、急遽設定された、クラブマンモハンレースという特別枠で走らせることで、決着を見ている。以上のように、クラブマンレース大会は、全日本オートバイ耐久ロードレースとは主催者も、参加資格も異なる、別個のレースイベントであったが、同時期に同じ場所で行われた、 オートバイレースということもあって混同されることも多い。第1回クラブマンレースを第3回浅間火山レースと誤認し、浅間火山レースは1955年から1959年までの間に4回開催されたなどと間違った内容を記述した書籍もあることに注意が必要。1959年の第3回全日本オートバイ耐久ロードレースは、 第2回全日本モーターサイクルクラブマンレースとの閉催となり、8月22日から24日の3日間開催された。ただし両大会の出場者が混装したわけではなく、それぞれのレース自体は個別に行われた。そして、クラブマンレースで高成績を上げたアマチュアライダーには、ワークスライダーの争いである耐久ロードレースに招待選手として、 出場できるという特典が与えられた。一般には、第3回浅間火山レースの通称で知られるが、クラブマンレースが閉鎖されたため、両者を混同している例も参見される。ホンダ RC160 この年の6月に満島 TT レース初参戦を果たして、チーム賞を獲得したホンダは、この大会の耐久ロードレースに満島用マシンを、 ベースにした 125ccDHC2 気筒の RC142、そして国産発の並列4気筒 250cc の RC160 といったマシンを持ち込んで必勝を期した。250cc クラスでは RC160 の速さは圧倒的でホンダが上位を独占した。ところが 125cc クラスでは クラブマンレースの 125cc と 250cc でダブルウィムを飾って耐久ロードレースに招待された北野元が市販マシンである CB92 の改造車でワークスマシン RC142 を狩るワークスライダーたちを打ち破って優勝してしまった北野はこの活躍が認められ翌年には ホンダワークスに迎えられて、ロードレース世界選手権に参戦することになる。250cc クラスでも、クラブマンレースからの招待選手である、野口種春が、20ps そこそこと見られる市販車ヤマハヤーズで、推定 40ps とも言われた、ホンダ RC160 を敵に回して改装。一時は2位まで浮上したが、マシントラブルで脱落している。 500cc クラスの最終ラップで伊藤史郎が記録した5分01秒というタイムは浅間高原自動車テストコースのコースレコードである。この大会からの帰路、ホンダのホンダ総一郎が同じ列車に乗り合わせた鈴木社長の鈴木俊蔵に万島 TT レースへの参加を進めたと言われている。ますます高性能化していくオートバイにとって未補装コースである。 浅間高原自動車テストコースは危険なコースとなりつつあった。浅間高原自動車テストコース協会はコースの安全性の問題を理由に朝までのレース開催の許可を出さなくなってしまった。そのため全日本オートバイ耐久ロードレースは1959年の第3回大会が最後となった。もともと2輪、4輪各メーカーのテストコースとして作られた。 アサマのコースは、四輪メーカーの協力で舗装路となる計画であったが、機密漏洩などを恐れた四輪各社が自社でそれぞれにテストコースを作り始めたため、アサマの舗装計画は実現にしなかった。その一方で1962年、ホンダによって、三重県鈴鹿市に鈴鹿サーキットが完成し、 同年11月にはコケラ落としである第一回鈴鹿全日本ロードレースが開催された。鈴鹿サーキットは日本初の国際規格のサーキットであり、ヨーロッパの近代的なサーキットにも引けを取らないものであった。以後、1965年には船橋サーキット、1966年には富士スピードウェイと本格的なサーキットが次々と完成し、 浅間高原自動車テストコースは、レース場としての役目を完全に終えた。一方、浅間での開催ができなくなった全日本、モーターサイクルクラブマンレースは、各地のマクファジ会員の協力によって、大体地探しが始まり、この後は、以下のように飛行場跡など、開催地を点々とする。1966年には完成したばかりの、 富士スピードウェイで第7回大会が開催され、以後は富士スピードウェイで安定してマクファジ取材のロードレース大会が行われている。浅間火山レースが行われたコースはダートコースであることに加えて標高が1000メートルを超えているという問題を抱えており、レースタイムは同時期の欧米の本格的なサーキットでのレースに遠く及ばないものだった。 しかしこれらの問題点が逆に日本のオートバイの性能向上やライダーのテクニック向上に寄与したという見方があり、後の第一期ホンダ F1 活動の監督である中村義雄はアサマのコースがダートコースであったことがオートバイの操縦安定性と耐久性向上に対しては大いに役立ったと語っている。また、アサマをはじめとする モータースポーツがオートバイメーカー間の技術的な優劣をはっきりした形で示し技術力のないメーカーを淘汰する古いの役目を果たしたとする意見もある一時は150社を数えたメーカーは1953年郎をピークとして淘汰が始まり1968年の富士重工の二輪車製造停止をもって日本のオートバイ製造メーカーは 国内外のロードレースで活躍していた、ホンダ、ヤマハ、スズキの3社、そして、同時期に、モトクロスで活躍していた川崎を加えた4、メーカーのみとなり、現在に至っている。一方、指導したばかりで全てが、手探り状態だった4輪レース界はすでに、レース経験を持っていた2輪の人材に目をつけ、多くのメーカーが、積極的に、レース経験のあるライダーをスカウトした。 浅間マカザンレースや、クラブマンレース出身者では、生沢徹、田村光雄、増子コ・オ鈴木誠一、北野元、田中健次郎らが、初期の四輪日本グランプリに出場しており、また高橋国光、伊佐子義和らも後に四輪レースで活躍することになる。また、レースイベントに使用されることがなくなり、本来の建設目的である二輪メーカーのテストに、 使われることもなくなった、アサマ原自動車テストコースだったが、これ以後は一部の四輪メーカーに注目されるようになる。1960年代から1970年代にかけて、サファリラリーなどの海外のラリーイベントに挑戦した、日産、三菱、スバルなどにとって、アサマのダートコースは、絶好のテストコースだったのである。ありがとうございます。